皆さん、こんにちは。サオリです。今日は、アメリカは、バレンタインデーです。今日ね、朝、主人から、スヌーピーのぬいぐるみをいただいたんですけど、私は何も用意してなくて、まさか、私もらえるの?と思って、ちょっと、恐縮しました。で、私の住んでるカリフォルニアって、みんながね、想像するカリフォルニアと違って田舎なんですよ。なので、寒いです。今日は長袖を、2枚着て、撮影しています。はい。前回の動画で、たくさんのいいねとコメントもありがとうございました。で、そのコメントの中に、海外のバイナリーブローカー知りたいですっていう方がいらっしゃったので、早速説明していこうと思います。海外ブローカーなんですけど、2種類あるので、まず2種類の説明をさせてください。はい。ちょっとね、まとめました。はい、バイナリー海外ブローカーということで、CFTC 公認ブローカーと非公認ブローカーで呼んでます。ね、CFTC 皆さんご存知ですか?みゆき先生のクラスで一度お話がありました。ね、CFTC、ね。このロゴちょっと覚えているかなと思うんですけど、みゆき先生のゴーライブの2022年10月31日ですね、に説明があったので、もし興味がある方は見てみてください。はい。コモディティフューチャートレーディングコミッション。ね。アメリカの商品先物取引委員会です。この頭文字を取って CFTC って言います。CFTC はアメリカの政府機関になってます。で、金融商品や投資商品ですね。の取引に問題がないか監視する独立した機関です。ね、CFTC っていうところがあります。で、この CFTC にブローカーが、ブローカーとして登録をするんです。で、登録をする条件として、必ずすべての取引情報の提出ですね。お客さんの情報とか、すべての取引、一つ一つの取引情報の提出をしなければなりません。で、その中でしっかりね、不正がないか、取引内容を監視されます。なので、CFTC がしっかりブローカーを見張ってくれるので、不正がないということです。で、信頼ができるブローカーさんということになります。ね、この CFTC に登録があるブローカーを私たち公認ブローカー、まあ勝手に呼んでるだけなので、まあ登録済みブローカーとかでもいいんですけど、まあ公認ブローカー、政府から公認されているブローカーと、登録がないブローカーを非公認ブローカーと呼んでいます。ね、CFTC に登録をしているブローカーさんがあるので、そちらをまず紹介したいと思います。はい、この CFTC の公認ブローカーになると、ネイデックス、よくこれナデックスって呼ぶ人いるんですけど、ネイデックスです。アメリカで唯一 CFTC に公認されているバイナリーオプションのブローカーになります。で、ちょっとね、独特な取引方法になっているので、アメリカンバイナリーと呼ばれています。で、日本を含めて39カ国で利用可能です。で、公認ブローカーがなんでいいのか、ね、公認ブローカーの利点っていうのをまとめました。口座バランスの保証があり、ね、安心安全です。CFTC の方に登録されているブローカーが万が一倒産しちゃった、ね、お金がもうないっていう状態でも、CFTC の方で保証があります。皆さんの口座に入っているお金の保証があって、ね、ネイデックスの代わりに、お金をね、返してくれるっていうことがあります。なので CFTC の登録があるブローカーさんは、保証があって安心です。で、セキュリティ面で入出金が安全にできる。CFTC に登録する際にはある程度のセキュリティもチェックされていると思います。なので、セキュリティ面で入出金が安全にできます。もう一つですね、アメリカ住民向けになるんですけど、税金用の書類、これ1099って言います。ね、1099を発行してくれます。ね、私たちアメリカに住んでいる人たちはソーシャルセキュリティナンバーって言って、日本でいうマイナンバーがあるんですけど、そのソーシャルセキュリティナンバーにどれだけの収入がありましたよっていうことをもう紐付けしてくれるので、税金申告の時に非常に簡単にプロセスが行えます。で、この書類を発行してくれるのはこのネイデックスならではになってます。で、この公認ブローカーの欠点。で、ネイデックスの欠点が何個かあります。毎回の取引で手数料が1ドルから2ドルかかってしまいます。入出金は手数料がないのでいいんですけど、1回ごとの取引に手数料がかかるんですね。で、
エントリーすると1ドル。で、自分でクローズするともう1ドルかかるので、合計2ドル、ね、お金が取られてしまいます。そして、口座に1000ドル以上ないとリスク管理が難しいです。1回ごとの別途総額が大きくなってしまいます。で、リスクが高い取引になってしまうので、リスク管理を考えると、口座に1000ドル以上はないと、ちょっと難しいなっていうところです。そして、取引方法が、独特なので、慣れるまでとっても大変です。練習が必要なので、デモ講座でまずは練習してください。デモ講座も入金しないと1ヶ月っていう制限期間があるので、1ヶ月後に入金だけちょこっとして、で、デモを延長するっていうふうに使うといいかなと思います。はい、こちらが CFTC です。こういうウェブサイトになってます。ね、もちろん英語なので、ね、私もじっくりね、読んだことはありません。ただ、こちらでね、トレードの情報をチェックすることができますので、英語得意な方は、どんどん利用してください。そして、メイデックスですね。メイデックス、こういう見た目になってます。ちなみにこれは私のデモアカウントになってます。と、実は5分取引っていうのもあるんですけれど、5分は通貨が限られてます。ここ見ていただくとわかるんですけれど、2、4、6、7通貨しかありません。この、例えばじゃ USD、JPY を開いてみます。ね、そうすると、こういうふうに金額が選べます。チャートが出てきて、ここ見てもらうと、ね、なんだか線が引いてありますが、ここからしかトレードにエントリーできないんですね。自分で好きなタイミングでエントリーをするっていうよりも、言われたところからエントリーを始めます。で、しかも、5分取引と言いつつ、5分間流れている中での取引。なので、フィクスドタイムオフっていう状態になってます。ね、あと3分でこの取引は終わりますよっていうのがここに書いてあるんですけど、ね、ちょっとトリッキーですよね。例えば、今これチャート下向いてきてるので、セルで入ろうと思ったら、この赤いボタンを押して、で、プレイスオーダーってするんですけど、ね、こう、かなり距離が、ね、今のキャンドルの位置とエントリーの位置が、ね、距離ありますよね。この2分間終わるまでに、ね、このキャンドルがこの線よりも下にいれば利益が発生します。そして、ここに表示されているのが取引の金額になっているので、万が一ね、取引負けてしまうといきなり58ドルとか63ドルとか、ね、金額がなくなってしまうので 非常にリスクが高いです。これが5分取引。で、他にも自分である程度コントロールできる取引っていうのもあって、こちらは13通貨あります。ね。で、どこからエントリーしようかなっていう感じで決めます。エントリーポイントをね。で、タイミングを合わせて、プレイスオーダーを押すことでトレードに入ります。今までね、皆さんがしている、例えばハイローオーストラリアみたいなブローカーとは全く感覚が違っていて、どちらかというと、まあ、デイトレードとかに近い形になってます。これがネイデックス、ね、公認のブローカーさんです。このネイデックスが使える国ですね。国一覧こちらになります。日本ちゃんと入ってますので安心してください。はい。CFTC 非公認のブローカーになります。ね、非公認、まあ未登録っていうことですね。で、今ざっくり挙げたのがこの6つなんですけど、その中で出金がしっかり確認できているものですね。っていうものが、まあ、この6つかなって思います。こちらのポケットオプションとフォーテックスっていうところは、練習用に私たち使っていて、実際にはお金を入れたりはしません。ね。なので、まあ言うとこの4つがメインで使っている非公認のブローカーになります。バイナリーセント、バイドフォエックス。これ先生がビデフォエックスって言ってるものです。で、レースオプション、IQ セントです。実際のね、サイトを見ていこうと思います。はい、まずはバイドフォエックスです。こういうふうな、ちょっと男性っぽい色合いになっています。こちらもデモ講座で、入金しない限りデモ口座を作ってくれないっていうシステムになっているので、入金が最初必要です。使い方的にはちょっと複雑そうに見えるんですけれど、ハイローオーストラリアとそんなに使い方は変わりません。ね、時間を決めてもらって、
ベット総額を決めてもらって、あとは上がるか下がるかを押すっていうことです。はい。そして、私が使っているバイナリーセンスとですね、見た目同じです。大体海外のブローカーさんはこの見た目になってます。こちらもデモ講座になっていて、はい。入金しないとデモ講座は作ってくれません。はい。あともう一つポケットオプションっていうものがあります。こちらは練習用に私たちは使っています。ポケットオプションは入金しなくてもデモ講座作れるので、それで、まあ、みんながね、練習するのはこちらのブローカーさんで、最終的にライブ講座を作るのは、まあ、バイド 4X だったり、バイナリーセントっていう形になってます。はい。そして、この非公認ブローカーの利点なんですけど、ほとんどの国で利用が可能です。インターネットがつながれば、ほとんどの国でアクセスできます。旅行が趣味の方？ね、もし入るオーストラリアの講座だけですと、海外にいた時にアクセスできないんですね。将来ね、海外旅行したいなっていう方は、ぜひ、海外ブローカーを一つ持っておくといいかなと思います。で、こちらのブローカーは1ドルからトレードができて資金管理がしやすいです。1ドル何セントでも取引ができます。で、口座に対しての何パーセントリスク取るかっていうのもしっかり計算できて細かく設定ができるのでおすすめになってます。そして、毎回ごとの取引手数料は無料です。ね。もちろん負けたらね、口座のお金減るんですけど、取引自体に手数料はかかりません。そしてトレードオプションがあります。例えば、ハイローストラリアだと転売機能っていうのがあると思うんですけど、この海外ブローカーさん、特にこの4つですね、最初の4つには、ダブルアップとか、ロールオーバーっていう機能があるので、そういうオプションを使って、取引をね、延長したりとかできますので、それでも活用できていいかなと思います。そして入出金手続きが早いです。実はこのブローカーさんたち、海外のブローカーっていうのは、ビットコイン送金、ね、ビットコインで入出金しています。なので入出金手続きしっかりすれば、入金だと30分以内に完了します。出金だと12時間で出金ができました。ね、そのくらい入出金の手続きが早いので、とっても快適です。はい。で、またこの非公認ブローカーの欠点っていうものがあります。この欠点をしっかり理解して使わないと出金ができないっていうこともあるので、しっかりこの点を押さえてほしいです。実はですね、海外ブローカーには隠されたルールっていうものがあります。で、この隠されたルール、規約にはね、きっと書いてあるんですけど、皆さん規約あまり読まないと思うので、規約、を、まあ、破るってことになっちゃうんですけど、隠されたルールを違反すると、口座凍結されます。本当に口座凍結されちゃうので、気をつけてください。そして、入出金時の手数料が高いです。まずね、入出金がビットコインなので、ビットコインを買う。で、そこで、まあ、レートとかでまた金額が変わりますよね。で、買いました。で、今度は買った時にまず手数料かかる。で、今度、そのビットコインを口座に送金する。ね。で、送金手数料。まあ、今だと送金手数料無料でできるところもあるんですけど、ね。送金をする。で、今度受け取った時に、受け取ったそのブローカーのレートで換金されるので、若干入金金額が減ります。ほんと減っちゃうので、まあ、500ドルを入金して20ドルぐらい減っちゃうっていう感じだと思ってください。そのくらい手数料が結構取られてしまうので、その辺は理解をしといた方がいいと思います。そして登録業者ではないので、ね、非公認なので、CFTC から口座残高を保証してもらえません。このブローカーさんが飛んでしまったとか消えてしまったっていう時は、もう口座の金額も一緒に消えてしまいます。ただ私がここ2年トレードをやっているんですが、口座が消えてしまった。ブローカー会社が消えてしまったっていうことはないので、まあそうそう起こることではないと思うんですけど、まあ、そういうこともあるよっていうのだけ理解してください。そして最後に、ペイアウトが鬼低いです。ペイアウトが一番高いのが見たので、86%ぐらいです。で、
極力ね、70%以上の通貨を取引したいんですけど、まあ、基本60%が多いので、このペイアウトが鬼低いっていうことは理解してください。ただね、今だと円が非常に弱い状態なので、ドルでお金を増やすっていうのは利点があります。ね、口座にドルを入れておいて、ドルで増やせる、運用できるっていうのは利点なので、もうこの鬼低いペイアウトはしょうがないのかなって思うしかないですね。じゃあね、先ほど話していた隠されたルールについてちょっとね、深く話していこうと思います。で、ルールを破ると本当に出金拒否されてしまうので気をつけてください。で、まずね、非公認ブローカーの注意点は、入金時にクレジットカードは使わないようにしましょう。まあ、情報流出とか防ぐためにもクレジットカードは使わないし、登録しないようにしてください。そして、口座を開設して入金すると同意書っていうものにサインします。で、サインするときは自分の ID ですね。自分の ID と同じ表記でするということです。で、ID はアメリカの運転免許証とかアメリカで発行されたもの、または海外で使われる場合はパスポートになります。で、そのパスポートならパスポートに書いてあるサインと全く同じ表記でサインを同意書にサインをします。はい。そして隠されたルール3つあります。はい。まず1つ目が、ボーナスを受け取らないっていうことです。ね、ボーナス受け取らない。海労だとね、ボーナス5000円とかついたりするんだと思うんですけど、この海外ブローカーが付与するボーナスを受け取るとですね、ボーナス金額の3倍稼がない限り出金できません。例えば、500ドル送ったのに口座が1000ドルありましたとか、ね、私1000、確かね、入金したの1000ドルだったと思うんですね、最初。そしたらね、2000ドルぐらいになってたんです、口座が。ということは、1000ドル入金して1000ドルボーナスがついている。で、この3倍稼がないと出金できないので、3000ドル稼がないと出金できません。ね。で、自分が出金したいという時に出金できないっていうのは困るので、ね、ボーナスは受け取らないようにしてください。1分以下の取引を連続して行わない。1分以下の取引が取引回数の大半を占める場合は、あ、これはこの人はロボットを使って取引してるって思われちゃうんですね。なので、口座が凍結される原因にもなります。はい。この1分以下の取引、私ちょっとやってしまいました。で、凍結されたことがあるので、ちょっと3番のこのターンオーバーの話を含めて後でお話ししたいと思います。はい。3番。出金するときはターンオーバーの金額を入金金額以上にする。どういうこと？って感じなんですけど、ね、自分の口座の取引金額の累計をターンオーバーと呼んでいます。どういうことかっていうと、じゃあ10ドルの取引を1回しました。ね、そうするとターンオーバーは10ドルになります。で、次の取引を、まあ、10ドルで取引をしました。ね、で、勝っても負けてもいいんですけど、じゃあ2回目の取引も10ドルにしたら、このターンオーバーは1回目の10ドルプラス2回目の10ドルで20ドルになります。ね、こういうふうに取引した金額、勝っても負けても、どん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 取引のベット総額が累計していかれます。はい。この金額が入金した金額を上回らないと出金できない仕組みになっています。ね。じゃあ、口座を開設したときに、口座に入金した金額が500ドルだとします。そしたらば、ターンオーバーが500ドルにならない限り、出金ができないっていう仕組みになってます。で、私は実はこの IQ セントっていうね、見た目が紫で非常に可愛い。ね、私紫色が好きなので、IQ セントを最初に口座開設しました。で、500ドル入れたんです。他にも、その時は、バイドフォーエックスをメインで使っていたので、IQ セントはほとんど使ってませんでした。で、ある日、バイドフォーエックスがとっても使いやすかったので、IQ セントのお金をバイドフォーエックスに移そうと思ったんですね。でも IQ セントには、ターンオーバー、ね、入金金額のお金に達していなかったので、カスタマーセンターに問い合わせをしたら、ターンオーバーが500ドルになるまでは出金させませんっていう話でした。まあでもしょうがないですよね。ルールなので、
じゃあ分かりました。ということで、この2番の1分取引で、ね、このターンオーバーをクリアするまでトレードし続けたんです。で、この当時私1分取引、ミリー先生から学んで1分取引ばっかりやってたんですよ。で、ちょうど私もアカデミー入ったばっかりで、こういう隠されたルールがあるということ誰も知らなくて、誰も教えてくれないし、で、もちろんね、ゴーライブの先生たちはブローカーのお話をしないので、この1分取引がダメっていう話もしてませんでした。1分取引ばっかりをして、ターンオーバーを満たしました。で、出金申請をしました。IQ セントに。そしたら、私は不正をしているっていうことになってしまったんです、なんと。で、なかなかお金が返ってこないし、あなたは不正をしたので、お金を出金できません。キャンセルしましたっていうメッセージが来ました。え？と思って、でも数日ね、待っていたら、最初の入金した500ドルは返ってきたんですけど、利益分は全く返ってこなくて、そのまま IQ セントの口座は凍結されました。これは IQ セントが悪いってわけではなくて、この隠されたルールをしっかり守らなかったので、どのブローカーでも起こりうることなんです。なので、まずターンオーバーが満たされてないということで出金できない。ね。で、それで1分以下の取引をいっぱい連続して行ったがために、ロボットでの取引と受け止められて、口座が凍結されました。あまりにもね、悪い業者になると、ね、最初の入金した金額も返してくれないところもありますから、まだ返してくれただけよかったなっていう 感じで終わりました。ぜひ、しっかりこちらのルールは守って取引をしてください。はい。で、結局、どのブローカーがいいのか。ね、沙織個人的なお気に入りブローカーということでお話ししたいんですけれど。はい。で、私が、まあ、個人的に好きなブローカーっていうのは、バイナリーセントです。ね、こちらのブローカーになります。で、このバイナリーセントは、まあ、ペイアウトがまだいい方です。あ、ちなみに、この OTC っていうのは取引はしません。OTC はブローカーによって価格が操作されているものなので、自分が見ているチャートと全く価格が合いません。なので、ペイアウト率が高いんですけど、これだとね、ギャンブルになってしまうので、OTC は使えません。で、こう見てもらうと、まあ、まだね、75%とか70%、ね、少し、ペイアウトが他のブローカーよりも、これでもいいので、こちらを使っています。ある程度、まとまった金額が運用できるんであれば、ネーデックスの方を選んでいただいて、で、今は、まあ、数百ドルから始めたいですっていう方は、バイナリーセントとか、バイドフォーエクスなどの非公認のブローカーで取引していくのがいいかなと思います。というわけで、今日は海外ブローカーについてお話しさせてもらいました。もしね、何かまた質問が出てきたら、コメント欄に聞いていただけると、何でも回答できますし、必要であればまた動画を作りますので、どんどんコミュニケーションとってください。はい。今日の動画が役に立ったよっていう方は、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。